listening to Shibuya Cross FM. みんな久しぶりのひまわりサンデープリンセスの休日だよ。はい、ひまわりサンデープリンセスの休日。はい、パーソナリティを務めさせていただくのは私たちひまわりプリンセスです。よろしくお願いします。改めまして番組紹介をなちゃんお願いします。はい、ひまわりサンデープリンセスの休日は毎月第1、第3日曜日8時からひまわりプリンセスメンバーがここ渋谷クロス FM からいつもお仕事を頑張っている皆さんがまた明日からも頑張れるように元気をお届けする番組となっております。はい、そしてですね、本日も番組へのお便りをツイッターで募集しております。今日のテーマをエリサちゃん教えてください。はい、本日のテーマはゴールデンウィークでやり遂げたいことです。おー、はい、じゃあもうゴールデンウィークなのでね、皆さんもたっぷりお時間あることでしょうから何かきっとやり遂げたいことがあるはずということで、皆さんにね、ちょっと過ごし方を聞いてみたいなと思いますので、公式のツイートにリプを送ってください。はい、ですハッシュタグひまくりサンデー、ハッシュタグ渋谷クロス FM、 ハッシュタグみなさる、ぜひつけてください。はい、お願いします。はい、ということで皆さんにはね、今回も実況してもらってトレンド入り目指していきます。先週じゃないの、前回なかったので今回はね、たくさんひまくりサンデー、ハッシュタグツイートしていただけたらなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは自己紹介いきましょう。ではしりちゃん。はい、元気の合言葉はナイス。青森県産読みつき天然娘、成田しりです。よろしくお願いします。しりさん。はい、ミラソルはね、日本対バンとリリーベが終わって今ラジオに来てるんですけど、はい、今日は私的に、個人的に初めての髪の毛に、髪型に挑戦しました。うんうん、かわいい。お団子さん、いい。初めてだっけ、お団子さん。あ、初めて、多分2回目くらいかな。あ、ちょっと思った。ほぼ初めてみたいなね。あ、そうね、今年初、今年初。はい、とてもレアなので見てください。はい、そんなしりちゃんと実はお揃いのヘア、なっちゃん。あ、はい。みんなの胃袋掴んじゃう癒し犬天然隊長、なーちゃんことヘアムナツミです。なーちゃん。はい、もうなんか今日は朝はめちゃめちゃ巻いたんですけど、雨にやられちゃって、もうこれは結ばなきゃと思って、なんか編み込みをしたかったんだけど全然できなくて、お団子を頑張ってやって、鏡でこうやって横見たらシュリも同じ髪型でほっこりしました。かわいい。かわいい。今日も楽しみましょう。ではひとみん。はい、ひまぷりのリーダー、料理のさしすせそはうまみ。言ってくれた、ありがとう。踊れる大食い天然女子、千花ひとみです。よろしくお願いします。ひとみん。はい、今日はね、なんとなんとあいにくの雨なんですけど、みんな傘ちゃんと持ってきましたか？持ってきたかな。あの、私は最近あのヤフースケジュールを入れて、でヤフースケジュールって天気が出てくるんですよ。そうなの。そう、だからそれを入れてから雨に降られることもなくなり、あのすごく降られることは、あ、降ら直接振られることはなく、あのすごくいい感じです。みんなもよかったら使ってね。使なんか案件だ。ヤフースケジュールからでした。じゃあランネお願いします。はい、ひまぷりの宣伝隊長、みんなのお姉ちゃん、ランネこと笠井ランです。よろしくお願いします。ランネー。ランネはヤフースケジュールを入れてないんですけど、カーナビはヤフーカーナビ使ってます。あの、すごくお世話になっております。これからもよろしくお願いします。ヤフーさんの提供でお送りしてる。ヤフーアンバサダーの、ヤフーアンバサダー、ぜひスポンサーについていただきたい。はい、じゃあエリサちゃんお願いします。はい、ポジティブ思考のサバサバ系女子エリサこと永井エリサです。
エリさん。私はですね、天気予報をですね、死ぬほど見ない人間なんで、今日も傘を持たずにここに、あのライブに行ってしまって、あのさっきひとみんの傘に入れてもらいながらここまで来たんだけど、だからもうね、ちょっとね、だから傘を、ビニール傘をちょこちょこ買っちゃうので、家に大量にビニール傘があるんだけど、なのに忘れて、あの持たないで出るから結局また増えていくんで、ちょっと降るときはもうエイサちゃんが出かけるときから降ってもらわないと、あのその傘が外出することがないだからあのみんなが泊まりに来た日に朝にな朝雨が降っててもみんなに貸す傘があるので、安心したやつです。泊まりに行こうかな。泊まりに行こう。はい、はい、じゃあお料理お願いします。はい、みんなと両思いになりたいな、甘え上手なぶっ飛びお嬢様、翡翠涼です。よろしくお願いします。おりょう、はい、お久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。本当に雨の中ね、もうあの傘といえば私はアイカサっていうねアプリを使っていて、ただね今ただで ね借りれるんですよ。あ、借りれるの？50円じゃないの？かからないんですよ今。今ただになったの。そうなんですよ。キャンペーンみたいな。これ何？なんかアンバサダーのさ、なんかみんなすごいね。すごいね。みんな何？アプリの。傘のなんかね。雨とか傘とかなんかね。そうなんですよ。レンタルでね。駅とかに。まあ、返さないとね、あのお金が発生していくので、そこはねちゃんと返さないとダメなんですけど。そうなんだ。でも、もうどこの駅でも、ね。なるほどね。ちゃんとシェア。便利。そうねそうね。もうどこの駅でもあるので。キャッチアンドリースしなきゃいけないんだ。うん、そうだね。ちゃんと、うん、そうだね。ちゃんとリリースしてください。アンバサダーだ。すごい、なんか、はい、じゃあまあ、アンバサダーといえばパンバサダーのチッチ、お願いします。はい、皆さんの幸せは、すいません、私の幸せ、シャチを届けます。チッチこと、イリュウチジマアカネです。よろしくお願いします。チッチー。はい、あのパンといえばなんですけれども、さっきあの対バンが終わって電車乗ってる時にね、あのりょうちゃんが、なんか面白いパンをね見せてくれたんですよ。なんだっけ、なんかさ、長いねじねじみたいな、そう、なんか顔がついてるめっちゃ可愛いパンがなんかすごいツイッターでバズってるやつがあって、ヘビさんみたいなやつ、そう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 、見た見た、めっちゃ可愛くて顔もだし、しましまでね、もうね、食べたいなって思ってます。ひたすらパンを食べたいです。見ても楽しめるし、食べても楽しめるし、めちゃめちゃ良い。次の差し入れはそれで皆さん食べたい。あ、生物お待ちしてます。お願いします。はい、じゃあ私自己紹介します。ひまわりプリンセスのご意見番、みんな申し訳ます、バンダユイカです。よろしくお願いします。ゆいかちゃん、ちょっとアンバサダーの話続いたんで、ちょっと私もアンバサダー、あの今、あのゴールデンウィークに入ったんですけど、あの宮下パークのスプリングガールっていうのにちょっと選んでいただいて、なんか宮下パークをちょっと盛り上げる役目をしてるんですけど、まあこのクロス FM さんからもすごい近くにあるので、だから今ゴールデンウィークでは逗子の国際映画祭のこうイベントフェアをやってたりとか、私が大好きなコナン君の スタンプラリー、映画綺麗のスタンプラリーのなんかスポットになってたりとか、まあ期間限定でいろんなお店があるので、ゴールデンウィーク、まあ、このクロス FM の前とか後とかにもね、どんどん遊びに行ってほしいなと思います。お願いします。本物だ。これが本物のやつです。アンバサダーいた。はい、それではですね、今日もね、どん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 楽しんでやっていきたいと思うんですが、はい、今日ももちろんやっていきます。ひまぷり MC 道場。いや、今日誰だろうね。誰していきたいと思います。ダカ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 ダン、おりょう。来てしまいましたね。もう、どうしようかなと思いながら、もうずっとライブが終わった後にもうそれしか考えられなくて頭の中でどうしようみたいな、もう先輩方にみんなになんか MC どうしようみたいな。ダメだよ先輩方って、MC の時は先輩方とか思っちゃうとダメだよ。どうしようって、違うんです、バシバシだよ。もうなんかもう先輩としての威厳がすごいんだけど、あの、違かったら違うよね。そうなんです、上下関係
が見えた違うんですよ、あのライブ終わりにあの MC どうしようっていうのを先輩方に、うん、あのお話をしたよっていうことでした、ね、そのアドバイスを、ね、持って今日、うん、あの挑戦ということ で、 ちょっと今日の、ね、MC を楽しみにラジオ皆さん盛り上げていきましょう。はい、ではお願いします。あ、そうか、はい、ここからですよね、はい、まとまっちゃいました。ではでは、ここで一曲聴いていただきましょう。あかねちゃんお願いします。はい、この楽曲は私のセンター楽曲になっています。周りに流されるよりも自分自身で日々過ごして楽しんでいこうというね、とても温かいメッセージが込められた楽曲です。それでは聴いてください、バターライフ。はい、本日はこんなコーナーを用意しま…用意だってもうほんとダメ用意しました。シュリリン、イエーイ。5月病なんて蹴っ飛ばせー、よいしょー、よいしょーイエーイ、よいしょ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 。はい、皆さん5月病はご存知ですか？ご存知でしゅ、ご存知でしゅ、ご存知でしゅ、ご存知でしゅよ、はい、ご存知でしょうか？はい、でしゅ。はい、5月病とはね、5月の連休後に憂鬱になってしまう症状のことを言います、うん、なるほど。そこでね、うん、メンバーみんなのオリジナル〇〇病をここで発表して、はい、みんなで改善方法を考えよう、改善方法考えようというコーナーです。ゆいかちゃんが全部考えてくれそうな。いやいや、ダメだよ。いや、ダメだよ。ゆいかちゃんが全部解決してダメなんだよ。私もやっぱね、やっぱりみんなで解決、限界があるからみんなで解決していきましょう。いつか限界が来るかもそうですね。いや、なんだろうね、5月病か。みんながね、だから5月に関係なくていいんだよね。うん、なんかまあ憂鬱になることとか、自分の病的なもの、オリジナル〇〇病だから、別に、まあ、何でもいいんだよ。今でも、今この世にある。うん、この世にある。この世になくてもいいのか。なくてもいいね。なくてもいいな。間違えちゃった。もうオリジナルのね。5月病、オリジナル5月病、解決するんだね、これね。解決できるの、できるのもあるし、できないのもあるのかな。なんかみんなの回答が楽しみですね。何があるんだろう。何々病ってつけるんでしょ。そうですよ。あ、そうか。あ、何々病ですよ。丸丸病だから。丸丸病。でも丸丸には全然収まってないけど、ね。二文字縛りとかないですから。え、何文字まで？140文字まで OK ですか？怖いよ。ちょっと。ツイッターよそれ。今突っ込まなきゃってすごい思った。はい、けましたか皆さん。けた。じゃあ一斉にオープンしても大丈夫そうですか？うん、はい、大丈夫です。はい。ではでは、せーの。じゃーん。反対ですよ。いや、収まってない。すいません、本当にもう困って。本当にもうなんか関西のおばちゃんみたいな感じになっちゃってる。やだ。本当にどうしよう。もうマイク持ったらもう本当に、はい、
はい、広げられました。早く次に行って、ね、あの早く早くに話をしてください。すいません、そんなつもりはなかった。ちょっと今私が空気読めない病だった。そんなことない。じゃあゆいかさんからお願いします。私からでいいの？はい、ゆいかちゃんから。ちょっと私すっきり爽やか悩みない病わーいもうわーいかな。あのね、考えたんだけどね、私 これは結構配信とかでも、うんうん、人と話してる時もなんか散々言ってるんだけど、うん、なんかあんま悩みなくて、うん、でなんか親友とかの話になる時になんかその自分の声だけは言える人が、ね、親友とかあったりするじゃん、うん、なんか私悩みがないからなんか大体のことを人に言えることしかなさすぎて、だからそう考えると親友がいないのかめちゃめちゃ多いのかの二択になってくるみたいな感じで話してて、なんか悩みないし、なんかさ、ゴールデンウィーク明けて私花粉症なんですよ、これあのリアルの病気で言うとでなんかリアル病、自分で言うのもなんなんですけど、かわいそうなぐらい花粉症がひどいから、うん、もう5月のゴールデンウィーク明けてもう花粉症も終わって、うん、薬も飲まなくなくてよくて、もうすっきりでもう超幸せハッピーで、天気も良くなって、あの今日は5月の真夏日ですとかいう日があって、テンションが上がっちゃってめっちゃ元気だから以上。めっちゃ以上終わった。うっかりバンディ病は治さなくて大丈夫。うっかりバンディ本当だ、やばいじゃないですか。うっかりバンディはちょっと治、あ、じゃあ解決 方もらっていいですか。あ、解決方、いやいやでも悩んでないらしいからあ、なんかね、うっかりバンディ病はなんかまあ暇ぶりになって、うん、まあちょっともうね、月日が経ちましたんで、みんながフォローしてくれるから、うん、なんか別になんかそんなうっかりが、うん、なんかちょっこりぐらいで済んでるからそんな言葉ないね。住んでるからちょっと悩んでなかったわ。これから、いやでもそれも個性ですからね、このうっかりっていうのも。これから悩みます、それについてはちょっとあの悩みがある方はね、あのいつでもいつでもおいで、いつでも、はい、悩みないので、はい、お願いします。で、個性といえば私見えちゃったんですけど、ひとみさん、うまみ病。あ、なんだそれは。なんですか？いや、なんでしょうね。あれ知らない。なんでしょうね。いや、なんか私も分かんなくなってきちゃったんですけど、まああのうまみな食、うまみな食べ物が結構世の中にありすぎて、もうなんか痩せなきゃいけないのに食べちゃうっていう。なるほどね。痩せなくてもいいんですよ。そうそうそう、ん、痩せなくてもいいって。うわ、ダメだ、悩みを解決してくれてない。ひとみんはね、この人悩みをなかったことにしようとしてでもひとみんはさ、悩みをさ、ちゃんと改善しようとさ、パーソナルトレーニング通い始めたじゃないですか。ほんとだ、見てますよ、ストーリー。あ、え、まあでもなんかまだ2回目だからまだなんですけど、うん、ちょっとなんか重りとか持っちゃって、重りとか持っちゃってね、そうそうそう、上げ下げとかしてなんかね、そう？なんか、いや、でも基礎があるからさ、なんかあのダンスとかしててさ、なんか基礎ができてる人のなんか体のトレーニングの仕方って感じがした。嬉しい。でもなんかタンパク質が私は足りてないらしいので、ちょっとね積極的にタンパク質を取っていきたいと思います。はい、自分で解決しちゃった。タンパク質がいいな状態になればいいってことだよね。あ、そうだね。バランス良い食事、運動。うん、食事ね、もうやめられないですよね。私は、ま、もうやばいな私。大丈夫？大丈夫？まだ大丈夫か。大丈夫。え、全然問題ない。マイクももう持てない。ずっと食べちゃう病。そう、ずっと食べちゃう病。まあひとみんとちょっと似てるんですけど、なんか家にいたりとかすると、この日は家にいるから出なくていいように買いだめちゃったりとか、で家でなんか家にいると癖で冷蔵庫開けちゃうんだよね。夜中に帰ってもなんか、お腹いっぱいなのに冷蔵庫開けちゃったり、部屋に行ってリビングに来ただけなのになんか冷蔵庫を開けちゃったりしたり、あとは外に出た時とかもなんかちょっとしたお菓子の町岡とか、あの、そう、安いからおばちゃんじゃん安いからいるやん、安いからなんか大きい袋で買って食べちゃったりとか、コンビニでケーキ買っちゃったりとかするのが、ダイエットしてるのにやめれなくて、どうしようみたいな感じで。自分でも作れちゃいますもんね、だって夏目さん。確かに、確かに家に置かない。共感者が大だよね、その悩み。難しい。でもさ、食べることって幸せなことじゃない？だからさ、
いいんだよ。もう美味しく食べたらカロリーゼロだね。確かに嫌ないじゃない。家の冷蔵庫開けるのは、うん、あの開けないのは難しいけど、うん、あの一個だけその町岡によるっていうとかは、うん、改善策を見つけた。何？さすが。常にお財布に、うん、あの小銭とか、うん、あのお札千円札五千円札は入れないで、うん、常に1万円しか入れないの。あだから1万円ってなんか心理的にちょっと崩したくないみたいなあるじゃん、うんうん、だからなんかそのちょっとした買い物で1万円崩したくないなという心理を利用して、うん、あんまり小銭とか細かいお金を持たずに、うん、でその細かいお金とか小銭はなんか家で毎日あの貯金箱に入れて使わないで貯金もして、一石二鳥みたいな。お金も貯まるしお金も貯まらないっていう貯金できる。IC 派はどうすればいい？IC 派はただちにその契約を止める。やばい、止めないと。止めなくなっちゃう。キップキップ。固定的になっちゃう。解決しましたこれ？しましたね。したと言えるかな。いえいえ大丈夫です。はい、ゼロカロリーということで食べたいと思います。食べる方は自家さんよ。みんな食べましょう。そう、食べ物で私も言いたいんですけど、うん、痛い病。何痛い病で私もダイエットしてまして、うん、でもう皆さんね知ってるご存知の方も多いと思うんですけど、お腹筋ちゃん計画に加えてもういろんなことやりだしちゃって、うん、でもう筋肉痛になるまでやらないと気が済まなくなっちゃって。すごい、ランナーズハイみたいな感じじゃない？もう、うん、スクワット100回も始めたんですけど、もう本当に足動かないぐらいの筋肉痛になって、でもなんかもうそうならないと寝れないみたいな体になってしまったんですけど、ひとみがすごいびっくりした顔でいやもう自分を突き詰めすぎててもうびっくりしちゃった。多分追い込むだと思うんだけど、ボディービルダーの人とかってみんなさ、あの筋トレ痛いのがなんか気持ちいいみたいな。あ、もうそれなんかその域に達しようとしてる。ってことはさ、なんかひとみんとさ、なんちゃんの悩みはさ、痛い病になれば治るじゃん。確かにその病気はもう慣れていい。その代わり痛い病を患うけどね。そうですね、どっちがいいかによります。なるほどね。食べてたいか痛い思いをして痩せたいか。ひとみめっちゃ嫌な顔してる。食べたいんだけどみたいな顔してて可愛かった。でもあれじゃないの、よね、なんかランナーズハイみたいな、そのマッスルハイってことじゃあ。でもなんかさ、うん、筋トレ好きな人ってむしろ痛くないとダメだ。そうだね、言うよね。痛くなってやっと、まあ、あー効いてるなーみたいな。ここは効いてるってとこだもんね。そうなんですよ。すごい。だからちょっとね、今後も私の体に注目です。おあ、じゃあそうだね、そこで注目で結果が出た時にこの痛い病が報われるみたいなところで解決としましょう。はい、ありがとうございます。ゴールしかないね。ゴールしかない、本当に、うん、気になったんですけど、電気流したり病って、ね、うん、なんでしょう。流したがりなんでしょう。近づきたくないの。怖い怖い。静電気、なんか銭湯がめちゃめちゃ好きで、トイレに行くのがめちゃめちゃ好きなのね、うん、で、その中で私一番好きなのが電気風呂。めちゃめちゃ好きで、もう電気風呂はないとこ行きたくないの。だからそうなんかね、ビリビリするんだよね、お風呂入ったら。あ、そう、あれがすごい気持ちくて、うん、あれって大体なんか5分とか推奨時間あるんだけど、その倍ぐらい行っちゃうぐらい好きで、そう、あれを家でやりたいぐらい好き。なんか勝手に手動きません？ああいうのって。え、そう、ビクビク、あれがいい。そう、あのビクビクするのがいい。なんかね、そういう機会ありそうだけどな、なんか本当に腰に効く感じがいいんだよね。どうしたらいいと思う。なんかすごい笑ってるもん。みんなランネに触っちゃったら電気流れちゃう。なんだよ、このピカチュウみたいな。ランネさいつも体に電気通してるからさ、うちらがそれのさらに電気をもらってる的な感じで被害を受けてる。ランネに触んない方がいいのかな。あー、そういうこと。シュリも静電気すごいから。まあまあまあ、冬終わったので地面触ったからね。なんかシュリとランネがなんかダンスとかでなんかちょっと触れ合う、なんか手とかタッチするシーンあった時に、練習の時もバチ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 もうずっとなってましたよね。私が電気持ってるからか。じゃあいや、お互いに込み込んでる。解決方法は、解決方法は、推奨時間を守りましょう。確かにシンプル、シンプル。だって守ってれば別に悪
悪くないからね。温泉もいいですからね。電気風呂姉さんとか言われてる。何言われてるかもしれない。なんかあの人いつも入りに来てる。ハッシュタグひまぷりサンデーでもう世の中に広められてますね。ガチャガチャ病。あかねちゃん、はい、お願いします。私ガチャガチャがねすごい大好きなんですよ。もうなんかあちこちに今ガチャガチャやっぱ流行ってるじゃないですか。流行ってますね。いろんなものがあってもうね歩いてる時見つけるためにあガチャガチャって言って絶対にガチャガチャのとこ行って駆け寄ってあの好きなもの見つけてやっちゃうっていう。あそうそれは ね, ねやめられない。お金がねかかるし確かに病ですね。でしかもポコンポコンポコンって入れれるじゃない、うん、あ100円玉3枚でも絶対取れるっていうね。うしかもアンパンマンって絶対200円なんですよ、なのに聞いてくださいなのにクオリティ高いし以上はないの。えないない、絶対200円で、ね、めっちゃ可愛いし種類たくさんあって今キャリーケースにもね私可愛いのついてるんですけどアンパンマンの、うん、そういっぱいあるのやめられないですガチャガチャ病です私。これはどうしたらいいんだろう。ガチャガチャ病困ってるの。私も思ったこれそれ解決。困ってなんかそのやっちゃうから。あー仕事を抑えたいみたいな。分かった分かった。だからそのあでもあ、どうしよう。だから私は今一回出たらもういい。そうだよね。ガチャガチャしたものを集めるじゃん。で、なんかそれをまた売ったらいいんじゃないかなって思ったの。けどなんかそもそも悩みの種が違ったなって思っちゃった。欲しいんですよね。やっぱり1万円しか持たないっていうのがいいんじゃない。やっぱ小銭を持たないっていうさっきの解決方法と一緒だ。確かに手放せるものは手放しちゃうね。もう絶対もうでも両替しに行っちゃうもん。いやあの私言っとくから全国のゲーム屋さんにゲーセン屋さんにあの1万円札の両替機置かないでください。5000円からでお願いします。いやー今日は200円までねってあの渡してくれる。あそしたらアンパンマン渡してくれる人が横にいたいじゃん。あーなるほどね。じゃあ私が渡します。今日はこれだけだよって。じゃあ私がもうこれだけねっていうのでそれで解決ということで。はい、ありがとうございます。でも楽しいですもん ね楽しい楽しいと言えば一般エリサちゃんちょっと行ってみようかな。うん、お願いします。パパッとちょっと一応悩みだけ聞いてさっとねむねむ病さん。はい、ねむねむ病です。はい、常になんですけどもう常にあの昼寝もするし、うん、夕方寝もするしで夜も寝ちゃうんですよ。それで夜寝れないとかもなくて、うん、普通に常に眠いのは、うん、なんか常に眠いのは隣で変な声がしたんですけど常に眠いから時間の無駄遣いをしてしまってるのどうすればいいですか。皆さん教えてください。でも時間の無駄遣いではないと思うんだよね。あ、ダメだ。そうなんですか。いや、ダメだ。解決しなきゃいけない。認めてくれるタイプの。コーヒーを飲む。コーヒーを飲む。コーヒー飲めないの。カフェ、あでもさ、シュリーさ、カビゴン好きじゃん。カビゴンもずっと寝るじゃん。だから推しと一緒でいいんじゃない。あ、そっか。確かに。じゃあ、いっか。悩まないこと。推しと同じ行動してるっていう。エイザちゃんもね、推しにまつわってるしね。エイザちゃんもね、もうね、推しが可愛くてたまらない病気に今ね、あのハマって、まあ前からなんだけど、はい、でもなんか多分あの見てる皆さんも多分そうかと思うんですけれども、うん、やっぱりね、推しって可愛いんですよ。なのでお金を使っちゃうの。近しいね。お金を使っちゃう。悩みも。あのご飯を食べるのを我慢して、あのそれこそ。あのグッズとかを買っちゃうの。はい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 。なんかでもご飯を食べろよって思うわけよ。でもダイエットになっていいかも。確かに。でもさあ、なんか結構みんなの悩みをそれぞれ交換したらなんか解決しそうだね。でもやっぱりでもね、すごい幸せだけどやっぱり推しのアクスタは私のお腹を満たしてくれないから。あ、分かった分かった。なんか最近 TikTok の動画とかで手作りアクスタみたいなのやるじゃん。だからお金を使わずに自分で作る。作るね。あー、さすが。あの自分の愛を込めてさ、オリジナルができる範囲で楽しむってことね。確かに、めっちゃいいじゃん。自分で作り上げられるっていうね。解決どうですか、うん、お、頑張る。一緒に作ってあげるから頑張ってもらいます。やばい、やっぱり新しい衣装のが出るとね。そう、頑張りますよね。頑張るよ、わかるよ。頑張る私。頑張ろう。頑張りましょう、みんな。あの、ひまぷり内であの解決できたということで。はい。それでは以上、5月病なんて蹴っ飛ばせでした。イエイ。はい。
い、ここでお知らせです。オンラインチェキの購入は本日8時50分までですのでお気をつけください。ぜひ買ってね。買ってください。お願いします。それではここで1曲いってもらいましょう。ランちゃん。はい、サブスクでもリリースされているひまわりプリンセス9人全員の自己紹介ソングです。聴いてください。 PM12 時のプリンセス。はい、続いてこのコーナーです。ひとみちゃんお願いします。はい、今年のゴールデンウィークこそよいしょ。はい、まもなくですね、みんな大好きゴールデンウィークが始まりますが、うん、今年は最大10連休あるそうです。10? そう、なんかうまくいけばね、取れるらしくて。うまくいけば、うまくいかないと残念で。年長の合間のね、そうなんですよ、取ればみたいな感じで。はい、でそこで今回の募集テーマでもあるゴールデンウィークでやりたいことで、リスナーさんのやり遂げたいことを取り上げつつ、メンバーのみんなもやり遂げたいことを発表していこうというコーナーです。はい、何か、じゃあ夏美さん、はい、何かありました？はい、ラジオネームいかめしさん。ゴールデンウィークも仕事なので普段通りの生活ですが、うん、このお題をきっかけにやろうと思いながら面倒で放置してきた部屋の掃除を頑張ろうと思います。一言応援お願いします。大事、部屋の掃除ね。頑張れ頑張れ、うん、頑張れ。私はしないけど頑張れ。せーの、頑張れ。いや、なんか私もあの壁紙をいつだっけな、うん、結構前に一部だけ張り替えたんですよ。でも、張り替えられきれてないから、うん、ちょっと空いてる時間とかゴールデンウィーク見つけてやれたら頑張りたいなってこれ見て思いました。自分でですか？あ、なんかお父さんが大工さんで、そうで、なんか一緒にやってくれるから、パパちゃん見てますか、お願いします、やってください。お願いします。いいですね、みんなそれぞれの部屋いいですね。結構大変だった。でもめっちゃ時間かかった、一部だけなのに。大工さんも大変そうだもんな、いつも。何の話ってね。ではランちゃんお願いします。はい、これゴールデンウィークでやり遂げたことに入るんではないでしょうか。はい、はい、書いてないのでラジオネームちょっと伏せておきますね、はい、誕生日当日ひまぷりさんで見に来ることでしょう。大好きなみんなに会えるだけでも幸せいっぱい。そしてたらふくケーキ、寿司食べちゃう、チョコもたくさん食べちゃう、連休のどっかで赤冬にも行こうということで、ゴールデンウィークのひまぷりサンデーって今日しかないので多分来てくれてると思います。みんなで誕生日おめでとうしたいな、はい、しましょう。せーの、
お誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでたいですね。おめでたい。今日が誕生日なんでね。幸せだ。すごい幸せだね。たくさんね、好きなもの食べてください。ひまぷりとね、素敵な1年にできたらいいですね。ねイエーイ。しましょうしましょうしましょう、はい、他どなたか、はい、あ、やりゆうきちゃん、はい、お願いします。私も同じことをやらなきゃいけない人を見つけてしまったので。あららら、誰ですか。ハンドルネーム、はい、UFO チキンうまみーさんからなんですけど、パソコンの組み立て注文した基板が明日届くので、今度の休みの日に一気にやってしまいたいですっておっしゃってるんですけど、私ね、結構ちょっといにしえの時にあのパソコンを新しく買ったんですけど、あのね、なんちゃって一緒で、あのパソコンを置く場所、うん、を作って、うん、なんかそこから結局開けてないって、もったいな。そうだからあの本当さっさと開けろ開けろ組み立てろ組み立てろと言われても、はや、まあ、ちょっと数えたくもないそんな経ってんの。別にゆうかちゃんのは組み立てっていうかあれじゃなくて、なんかいやデスクトップ買っちゃったから、組み立てなきゃいけないの。組み立てないけどさ、なんかこう組み立てないんだもうもはや開けておくみたいな、あのちょっとまあほら私ね、なんか無駄にちょっとガジェットを女子みたいなところがあって、もうスマホも 2,3 台持ってて、タブレットもさ持っててさ、ちょっと事足りちゃってるからついついちょっと遠のいてしまったので、ちょっと今胸が痛い耳が痛いなと思いながら、ちょっとこの方のね、うまみーさんの決意とともに私も頑張りたいと思います。パソコン箱の中で泣いてるよ多分。でも、あの、もう泣いてるし、もう借りてると思う。泣いてるそうなの。買って満足しちゃいけませんね。そうだね。じゃあゴールデンウィーク終わったら教えてください、組み立てられたか。うん、絶対しないな。ゆうつゆうつ。はい、ではあかねちゃんお願いします。はい、ラジオネームまいなさん、うん、ゴールデンウィークでやり遂げたいことは車の免許を取ること。運転なかなか慣れないけどということなんですけれどもね。運転なー、ゴールデンウィークでね。え、でもなんかいっぱいそう、ゴールデンウィークに取る人とか。確かに。なんでしょう。でも大丈夫、私本命4回落ちてるから大丈夫。勉強しないで行った。そういうもんなんだ。もう本当にもう埼玉とか全然宮城とかまで車で行けるぐらいになったから、多分今運転不安でも絶対できる。お、絶対できる。学力しかないと思う今の。初めて言ったこのラジオで。絶対できる。言ってしまったけど。いっぱい声が上がってますよ。絶対できると、うん。めちゃめちゃ安心感ありますもん、ランちゃんの運転。本当ありがとう。でもびっくりしました今。確かに。これちょっと、ね、うん、まだね、みんな全員乗せたいね。応援してみたいですね、うん、みんなで、ね、ね、免許持ちながらも、あの宝の持ち腐れにしてる D がここにいるのでもうずっと持ってるじゃないですか、なんでもなんでも持ってるなんでも持ってるけど、うまく活用することができない、不器用なもんではい、うん、マイナさんもね、うん、みんなで応援したいなと思うんで、頑張れって一言いいですか、うん、せーの、頑張れ。これでもう取れたことでしょう。戻ってます。もう運転してると思います。みんなね、あとじゃあひとみさんありますか、はい、ですね、ラジオネームけんいちさん、うん、プラモデルの展示会が近々あるので、うん、出品作をなんとかゴールデンウィン中に仕上げたいです。どうしたんですか。読む気ある、読む気ある。大丈夫ですよ。ゴールデンウィン中にね、仕上げたいです。去年も中止になってしまったので、その時に作りかけていたのがほったらかしでした。開催は3年ぶりなので楽しみですっていうことでですね、もう展示会があるっていうのもすごいし、写真も載っけてくれてて、かっこいいね。ね、すごいかっこいいから、3年後のあの展示会がすごい楽しみだなって。3年後じゃないです。3年ぶりの展示会。今年はゴールデンウィークじゃなくて、3年後だったら多分わざわざゴールデンウィーク頑張らなくても大丈夫。本当だ。ゆっくりやっていただいても大丈夫。大変なんですけど、このひまぷりのこのラジオもうボケボケさんすぎて、もう大丈夫ですか。いいよ、急がなくて。3年そうだね、3年ぶりだったんだ。いや、これは楽しみなので、よかったらね、あの報告していただけたらとっても嬉しいです、結果をね。まあ、結果をね、待ちましょう、楽しみに。もうすぐにでも報告してください、3年後じゃなくて。
すごいですね。でもプラモデルとか作ったりしますか、ひとみさん。いや、プラモデルは質問どんな人なんか絶対作んないです。ひとみちゃん作るんですよね。ね、お城の作んないかな。作んないらしい。作んないです。震えちゃってるもん、もう声が振っちゃった。ミニ四駆とかやらなかった。世代私はやってた。世代出ちゃう、私はミニ四駆とかやってた世代だよね。あのコースも全部買ってて、うんうん、家であのやって、あの走り回してた。タイム、タイム測るなんかやつあってよ。そう、ここ通った通過したタイム。でもね、正確にはお父さんがやってたようなもんだけど ね、うん、ね、お父さんのために子供出しに買わされた。でも改造したりとかさ、色塗ったりとか結構楽しいからね。そうそうそう、なんかやっぱプラモデル作る人たち多分そういうのがやっぱ楽しいのかなって、この写真見ても思います。なんか塗装してる感じだし、うん、ね、自分のカスタマイズしてかっこいい。3年後の出場目指して私頑張ります。私たちも3年後にご報告待ってます。お願いします。お願いします。皆さんのね、ゴールデンウィークが豊かなものになるようにひまぷりも応援しておりますので、よろしくお願いします。はい、わかんないもん。いいまとめだよ。いいまとめ。はい、それでは以上、今年の GW こそのコーナーでした。え、なに？あの、ゴールデンウィークのこそでした。あの、プラモデルの名前みたいな。GW のコーナーでした。はい。お送りしてまいりました GW 真っ只中ひまわりサンデープリンセスの休日、お別れの時間が近づいてまいりました、ここでひまわりプリンセスからお知らせです。はい、私たちひまわりプリンセス透明版ツアーが6月から始まります。イエーイ。はい、まずね、あの6月12日に大阪でありまして、で次が6月26日の名古屋、そしてファイナルが7月の18日となっておりますので、皆さん3日間ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それにとどまってね、あのリリーベがもうダメだ今日。伴ってですね、伴ってた、多分彼女会いたかった。もう今日やばいんですけど、ね、それに伴って、はい、あのリリーベが始まってます。赤風パークさんとかでもね、ライブやるときにリリーベもありますので、皆さんあのたくさんたくさん参加していただけたらと思います。お願いします。笑顔で乗り切りましたね。はい、そして5月3、4、5と私たちがね、公式アンバサダーを務めさせていただいている赤風パークさんにてライブ&リリーベがあります。イエーイ。はい、5日子供の日には私とゆいかちゃんが、うん、MC でお笑いさんの、お笑いさん、お笑い芸人さん、ね、笑い芸人さんの、MC も2人でさせていただくので、はい、そちらも大注目でございます。楽しみ。皆さん、はい、3日間一緒にぜひ過ごしてください。お願いします。そしてそして5月22日はランネの生誕祭がございます。これからね、レッスンも始まるんですけど、うん、なんかどんな曲をやるのかヒントを出したりとか、まあ、アイドルするかもしれないので、よかったらぜひ5月22日開けてきてください。そして5月22日だけではなく、はい、そして6月19日は私翡翠寮の生誕祭があります。イエーイ。もうね、楽しいこと、お笑いが大好きなので、そういう回になるんではないかと思っておりますので、皆さんたくさん一緒に笑いましょう。6月19日もお待ちしてます。はい、今配信などでオーディションしてるメンバーもいるので、ちょっとそちらもちょっと告知、エリサちゃんとか。はい、今前半が終わったんですけど、私今マシェバラで日本映画批評家大賞の、映画主演が決まるオーディションに今参加しております。でこれ1位にならなくちゃいけないんですけど、前半ちょっと3位で終わったので、ちょっと後半のね、頑張りにかかってるかなと思いますので、後半が5月5日から20日ありますので、皆さんお願いします。そして SNS 審査も今やってるので、 Twitter の固定のリツイートといいねを皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして、私とお嬢がね、はい、参加させていただくんですけど、横浜美少女図鑑のドラマプロジェクトっていうイベントにまさに今日から始まってます。絶対絶対ね、ドラマに出演できるように頑張っていきたいと思いますので、うん、2人とも応援よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私もエリサちゃんと同じマシュバラっていうアプリで
昨日から14日までありがてーな TV っていうテレビ埼玉でレギュラー番組で出てる番組のイベントがあるので、ぜひダウンロードして応援来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。私もいいでしょうか。はい、現在ですね、ショールームの方で神戸コレクションプレゼンツでお送りしているファッションプロデューサーオーディションのイベントに参加中です。これ選ばれると自分のブランドを持って洋服を出して神戸コレクションでお披露目ランウェイもできるので、もう私しか多分これふさわしい人はいないと思ってるので、そうだ、なのでみんなにも応援が必要なので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、お待ちかねの今日の内数を趣里さんお願いします。来ました、本日の内数はダガ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 じゃん、ひとみでーす。おーとか言っちゃったけど、なんかさ、なんで理由ちょっとなんかもうやばいですね、リーダーちょっと面白かったので、うん、今日はあの面白いひとみでした内数でしたね。そう、面白くて内数だった。なんか、うん、とりあえず面白かったなんかちょっとキョトンとしてるのはなんでだろうね3年後にまた内数取れるよね。そうだろうね。ノミネート作品ですね。はい、まあでもまあでもね、はい、はい、ということで以上今日の内数はひとみんでした。そして俺は MC どうでしたか。はい、もうやばいです、本当に。なんかあの MC なんか得意だなって自分で、あの配信しかやってないもんだからもんだから本当に関西弁でバンバンコメントを弾いていくみたいな、突っ込んでいくみたいな感じでやってたんで、あ、いけるわみたいな感じだったんですけど、もう何にもいけなかったです皆さん画面の前で笑ってくれてましたか。それならいいです。はい、はい、ということでですね、ゴールデンウィークは GW を楽しんでいきましょう。はい、それではいつもの曲を聴いてお別れです。チッチお願いします。はい、この曲はどんな困難な状況でも前を向いて頑張ればきっとね夢が叶う、そんな思いが込められた楽曲です。それでは聴いてください、ひまわりの帰り道。Thank you.
希望の光信じて